そうか？そうなの。そんなことより、ほら来た。あ、こういうのを見るとやっぱりオシトルは伝承の人なんだと実感するな。そうだね。普段身近に感じていたオシトルが夢幻じゃないかと思ってしまう。どうやら王女殿下のお出ましか。さて、噂の王女殿下って肝心の顔が見えない。さすがはこのヤマトの王女殿下というべきか。うん、ちらりと群衆に手を振る素振りは見えたが、結局顔は見えずじまいか。仕方ない、帰るか。フオン。え、何か楽しいことでもあったのか。ううん、別に。それじゃあ帰ろっか。しかし王女殿下の方はよくわからなかったが、その背後に付き従う発注将たちの存在感ってのか、いろいろと恐ろしくって、自分が一介の凡俗であることに逆にホッとするわ。ふわばらふわばら。ホック、そうだな、ちょうど出店も並んでるし、何か食べて帰るか。うん、すごくいい考えかな。あとはいかにクオンとネコネの目を盗んで昼寝をするかだが、最近目を開けて寝る技も読まれてきたからな。また新しい技を考えねば。もう少しで恥をかくところ。間違ってないよな。どうかした？入らないのけ？いや、なんていうか、見知らぬ女の子の尻というか太ももというか。奥様、突然何を言ってるですか。ちょっと待て、何か誤解してるだろう。ルルティエも違うから、そんな目で見ないでくれ。いや、しかしもしかしたら何かの見間違いかもしれない。帰ってきたら見知らぬ女の子が部屋でくつろいでいるなど。誰？おお、帰ってきたか。待ちかねたぞ。お主が噂に聞く白子。
そこの氷の中敷きの下に挟まっておった諸札がどうかしたのか？なかなか興味深い内容であったぞ。そのような面白い物語を読んだのは初めてじゃ。うむうむ、良いものだな。男と男の友情というものは。続きはどこじゃ？あるのなら読ませるのじゃ。ところで意味がよくわからないのがあったのじゃが、生きり立った。あ？なんだ、いきなり大声っていうか、こんなルルティエ初めて見るぞ。突然大声上げたりして何のルルティエ。何やら本を隠しているみたいだ。何を恥ずかしが。そこまで気にしなくても、多かれ少なかれみんな興味があるものだろ。女の子向けのは見たことないから、ちょっと見てみたいぐらいだ。なんでウルティエの顔がさらに真っ赤っか。白様が興味見てみたい。そんなことさすがはハクだね。平然とルルティにとどめを刺すなんて、まさに鬼畜の所業かな。なぜだ。そなたら何をしておるのじゃ。まあよい、それより菓子と飲み物がなくなってしもうた。代わりを持てい。代わりって、それってば今日のおやつ。それにそれ、とっておきの蜂蜜酒。うむ、大変美味であったぞ。こいつ酒臭。ここではめったに手に。割って飲むものなのにそのまま。空っぽ。楽しみにしてたのに。お、クオンが。クオンはんが大打撃系。しかしそなたらはあれじゃな、あれ、そう、けしからん。世でもこんなうまい菓子を食うたことがないというのに、なんとけしからんのじゃ。というわけでおかわりをしもうじゃ。はよ持ってまいれ。お、あれ、あの子もしかして。でもまさか、そんなはず。もしかして知り合いか。え、いえ、そうじゃないんですけど。でも何をしておる。早持ってくるのじゃ。恩義をわきまえてくださいです、姫殿下。あ、姫殿下。やっぱり。な、何をいきなり土下座など。何をじゃなくて、姫殿下の御前であらせられます。白様、早く。いや、姫様って、確かお前もどこかの国の若君で、ルルティエとかだって姫様だろ。姫殿下と一緒にしないでください。このお方は、このヤマトの絶対たる帝のご息女、天使アンジュ姫殿下であらせられますです。王女さん、まさか。そう言われればどこかで見
見た顔やと思ったらお姫様け。すっかり忘れてた。あなたが忘れてどうするですか。皆さん、何をのんきに話してるんですか。姫殿下の御前なのですよ。よいよい、今の世はただの町娘であって安寿ではない。そういうことじゃ。堅苦しい礼など不要じゃな。まさかお一人で来たなどということは。当然じゃ。町娘は友を引き連れて歩かないそうじゃからな。一人に決まっておろう。一人でって心配いらん。抜け出す時にちゃんと書き置きしてきたのじゃ。抜け出してそれでこんなところへ何しにいらしたですか。姫殿下がいらっしゃる理由など考えられないですが。ああ、そうじゃったそうじゃった。危うく忘れるところであった。興奮ヨンがここに来た理由など決まっておろう。押しとるじゃ。押しとる。なんだこと押しとるのだが、やつのこと何かしたのか。そうじゃ、オシトルのやつにたまに宮廷でおても忙しいとかでろくに構ってくれん。じゃからこっちから会いに来たというわけじゃ。まったく、ヨがこんなにも思いの丈をぶつけているというのに気づかないとは何事じゃ。もしかしてこの姫さん、オシトルがお気に入りなのか。いや、お気に入りというよりうわ、猫ねがどんどん無表情に。最初から妙に不機嫌そうだと思ったらそういうことか。その顔ちょっと怖いんでやめてほしいんだが。それでオシトルは、オシトルはどこにある。向こうへ大将ならこんなところにいるわけがないのです。とっとと帰るがよろしいと思うのです。猫ねさん、とぼけても無駄じゃ。そなたらがオシトルとつながりがあるということは分かっておる。早く会わせるのじゃ。待て待て、会わせろとか言われてもそれは無理ってもんだ。なぬ。まずオシトルはここにいない。呼べと言われてもいないものは呼びようがない。そして確かに自分たちはオシトルに雇われている身だが、それは内密の話だ。人に知られるわけにはいかないから、オシトルとしてここに来ることはまずない。依頼を受けるときはこっちから出向くのがほとんどだしな。まあユコンの姿になってちょくちょく遊びには来るんだが、それを言ってから。そんなわけでいくら会いたくてもここでオシトルに会うのは難しいとしか。ハクさん、ハクさんってば。あ、なんだ。いくら姫殿下のお許しがあったとはいえ、そのような口の聞き方は。あ、そう言われればそう。まあいいか。ハクさん、オシトルと会えないと分かればもう会うこともないだろうしな。話は終わった。な、なんじゃ。ふーぐー、ここに置いてあったお菓子はルルティエが私たちのために丹精込めて作ってくれたお菓子なんだ。それを勝手に食べた挙句、秘蔵の蜂蜜酒を、しかも割らずにそのまま飲むなんて、なんてもったいない飲み方を。バリアイモノよ、誰らとここへ入る。ただの町娘だよね。誉れ高いヤマトの姫殿下ともあろうお方は、都合が悪くなったら
自分の言葉を撤回するなんてことしないかな。ましてや身分を傘に着て威張り散らすような器の小さい真似はしないよね。それに悪いことをしたらちゃんとしつけをするのが年長者の務めだよね。はい、悪いことをしたらごめんなさいを言いましょう。待て待て待て、そのくらいにしといてやれ。さすがにこれ以上はまずい気がする。いやもう姫殿下の顔の形が変形するまで締め上げてる時点で十分まずいんだろうが。ハク、そうやえ、そのくらいにしといてあげよ。あとい、こんなことで怒るなんてクオンハンらしくないえ。いえ、もっとやるべきです。これは本人のためなのです。もっと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 。まあクオンハンの気持ちもわかるえ。ここはうちが一肌脱ぐえ。て、どうするんだ。こんな時のために準備してたんよ。あ、そんな仕掛けがあったんだ。うちも偶然に見つけてな、隠し場所に使ってたんよ。あ、え？あれ？ないえ、うちのとっておきの酒がないえ。とっておき？おかしいなあ、すごい上物、確かにここに隠しておいたんよ。ない、ないえ。ハク、なんか顔が白いけど、どうしたのかな。え、なんでもない。なんだ、隠し戸だな。いやふふふ、うまそうな酒が並んでいるでおじゃる。おりゃ豪勢だな。今から仕切り直しても釣りが来るってもんだぜ。ですが、誰のものかわからないことには。硬いこと言うなって。詰所にあるんだからみんなで飲めってことだろ。そういうことだ。そうと決まれば飲み直しでおじゃるよ。そうなるよな。ここは見ないよ。
振りしかない。ここは我慢だ。キュラ。人の大切なものを勝手に奪ったらどうなるか、上に立つお方なら知っておくべきだよね。あぶまい、誤解じゃ、よう知らぬ。さすがに両親の呵責だ。というか、このままだと本当に取り返しのつかないことになる。ああ、こう、これはきっとほんの出来心というか、子供のやったことというか。ダメだ、聞いちゃいない。あ、あといい、今こそ下克上の時って。おい待て、さすがにそれはシャレにな。白足成敗。少しは分かったかな。分かった。謝るのじゃ。謝るから話すのじゃ。それなら話してあげようかな。次に来たらまたお仕置きが必要だね。姫殿下にとんでもないことを。もしこんなことがバレたら。心配ないよ、あの子はただの町娘だから。ちゃんと釘も刺しておいたしね。猫にも妙に生き生きしてるし。町娘にお仕置きしても何の問題もないえ。最初はアトイも一緒に止めてたはずなのに。この秘密は墓まで。眠い。まあ、ルルティエはみんなの着物を繕う作業があるし、猫ねやキュールはいろいろとやってるらしいんで自分しかいなかったんだが、しかしキュールが来た時はパシリができて楽になると思ったのに、自分がしているように感じるのは気のせいだろう。アキはジュンラという名目ですぐにどこかへ遊びに行くしな。買い忘れはないよな。よし、問題なし。結構時間を食ったな。あまり遅くならないうちに帰るとするか。またサボったとか思われて、あげくに小遣いまで管理されるのは勘弁だしな。時々お前は自分のおかんか。
たくもなるが、世話になりっぱなしでは何も言えん。ん？香ばしいタレの香り、串焼きに心もの香りだな。このタレの香りはあれだな、暴力的なまでに反則だな。少し買い物するくらいの余裕はありそうか。夕飯までにはまだ少し間があるし、よし、軽くつまんでいくかな。だからな、お嬢ちゃん、それじゃ困るんだよ、こっちとしては。何が困るのじゃ。ん、いい加減にしてくれ、こっちは忙しいんだよ。そうか、ならば世のことは気にせず働くがよい。民を慈しみ心置きなく働けるようにしてやるのが上に立つ者としての義務じゃからの。だからわけわかんねえこと言ってねえで、食っただけのお代を払ってくれと言ってんだ。わけのわからないこと言ってるのはそなたじゃ。そのお代とは何のことじゃ。うちの串焼き食っただろ、散々食ったよな。うむ、下びた味だが悪くなかったぞ、褒めて使わすのじゃ。だからそのお代を払えと言ってんだ。お代を。なぜじゃ。かあ、もう誰か何か言ってやってくれ。どこかで聞き覚えのある声と屋台の主らしきダミ、なんでこんなところにとか、何してんだとか突っ込みたいこと満載だが、猛烈に嫌な予感がする。よし、聞かなかったことにしよう。関わり合いになる前にここから離れ。ん？そなたは。がっつ、気づかれた。誰かと思えばオシトルのところの駒遣いじゃな。良いところで会うたのじゃ。なんでお前がこんなところって、誰が駒遣いだ。確かそなた、サクじゃったか。いや、デク。ハクな。そうそう、ヤクじゃったな。ハクだ。おい、そこのあんた。この嬢ちゃん、あんたの知り合いか。あ、うん、まあ知り合いというより知ってるってだけだが。なら何とか言ってやってくれ。この嬢ちゃん、うちの串を散々食っときながら、わけわからんこと言って金を払おうとしやがらねえ。こっちとら商売なんだ。もらうもんをもらわねえと、まんまの食い上げなんだよ。どんだけ食ったんだこいつは。おい、なんじゃ。足元の串、ここの串焼きを食ったんだな。うむ、ようやく部屋を抜け出すことができたのでな、都をいろいろと探検しておったのじゃ。そしてここを通りかかったら、嗅いだことのない香ばしい香りが漂ってくるではないか。つい眺めておったら、その者が焼いてるものを献上してきたのでな、無限に断ることもないと受け取ったのじゃが、その後に容体がどうこうとわけがわからぬ。そうなのか。いや、じっと眺めてくるから一本どうだいって勧めたんだ。そしたらそいつをもしゃもしゃ食って、さらにもっとよこせと言いやがる。だからちゃんと払えるかどうか聞いたら、自信満々に任せろって言うじゃねえか。なのに食い終わったら何のことだととぼけやがって。いい加減怒っても罰は当たらねえよな。うん、大体わかったな。あ、金って知ってるか。なんじゃそれは。勘定とか支払いって言葉に聞き覚えは。言ってる意味がわからぬ。まさかそなたからかっているのではあるまいな。この王女さん、身分が高すぎて金を払うということを知らないのか。つまりだ、うーん、なるほど、わかったぞ。つまり世を楽しませた褒美が欲しいというのじゃな。なんか違うが、もうそれでいい。わかったのじゃが、ちと困ったの。
余自ら褒美を与えるにはそれなりの勇足を立てねばならぬのじゃが、まあよかろう。余を楽しませてくれたのは確かじゃからな。今回は特別じゃ。うわ、うむ、これでよかろう。どうしたのじゃ。つったってひざまずかねば授けられぬであろうに。そんなの受け取れるわけねえだろう。だろうな。どんなにたくさん食った串焼きのお代とじゃ値段が釣り合わないだろうな。それを受け取る。こんなヤバいの怖くて受け取れるわけがない。これが本物だとしたら下手すりゃ物理的に首が飛ぶようなことに巻き込まれると想像できる。この状況で受け取れるやつはよほどの大物か。何も考えないバクだけだ。おい、あんたこの嬢じゃ何もんだ。ああさあ、どっかの金持ちなんじゃないか。もういい。あんたいくら持ってる。は？いくらって、そんなに持ってるじゃん。って、おい！いい、うん、うん、あー、足りねえがこれでいいや。はい、毎度あり。ちょ、待て、こら。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。うまくせやすい心もだよ。ぐにぃ。ちきしゅう、小遣いがどうしてこうなった。それでどこへ連れて行ってくれるのじゃ。行くんじゃなくてもう帰るんだよって。なんでついてくる。そなたについていった方が面白そうじゃからな。ふむ、そうじゃな。またあそこへ行くのも面白そうじゃな。特にあの歌詞は絶品じゃったし。そのせいで散々ひどい目に遭わされたの。もう忘れたらしい。そうじゃ、あの歌詞で思い出したのじゃが、この間食うたあの歌詞、あれは何なのじゃ。今まで食うたことのない初めて見る歌詞じゃったな。なかなかの美味じゃったから、うちのものに作らせようとしたら、その歌詞は知らぬとのことじゃったぞ。うん、あれは自分が知っていた歌詞を再現してもらったものだ。多分だが、この国の歌詞じゃないから誰も知らなくても無理ないんじゃないか。なんと、そうであったか。それを聞いて少し安心した。安心？宮中詩とはこの大和の頂点に立つと自負せねばならぬ中詩じゃからな。それがこの大和に己の知らぬ料理歌詞があると気に病んでしまっての、責任を感じてもう少しで己の腹をかっさばくところじゃった。なんとか思いとどまらせたがの、それ以降ずっと気に病んでいるようなのじゃ。ちょ、おい。そうじゃ、そなた帝都を案にするのじゃ。あの、自分はそれを言われるとつらいの。じゃが、世はいずれこの大和を統治せねばならぬ身。そのためにはこの大和を、民の暮らしを斧が目で見る必要があるのじゃ。だからこそこうして都を、民を見て回っておるのじゃ。そうか、都や民のことをいろいろと考えているんだな。当然じゃ。世を誰だと思うておる。なんて言うと思ってるのか。絶対に遊ぶことしか考えてないだろう。ふな、いきなり何を言うておるのじゃ。図星か。な何を根拠にそのようなことを。目をそらして言われてもな。嘘をごまかす時のその癖、直した方がいいぞ。何のことじゃ。目などそらしておらぬぞ。どんな癖があるというのじゃ。ここまで言われてもまたとぼける。そんなことより早く案内するのじゃ。ちょっと待って、なんだこのバカ力。
引きずられ。おい、こら、離せ離せって、おいの、あれは、あれはなんじゃ。くそ、結局こうなるのか。あれ、見せ物小屋だな。見せ物小屋、知らないのか。まあ、知る必要なんてないのか。名前通り、いろいろな珍しいものや曲芸なんかを見せて金を取るところだ。なるほど、奉納舞台のようなものか。そういった演劇とかもあるだろうが、これは珍しい生き物を出し物にしているようだな。ほほー、珍しい生き物じゃと。面白そうじゃな。よし、入るぞ。無理。なぜじゃ。財布がすっからかんで入れるわけがないだろ。金を取ることとか、ここに来るまで散々説明しただろうが。では、これではダメか。それやめろ、頼むから。ほほー、活気があるの。果物やらお菓子やら食べ物がいっぱいじゃ。ここが帝都の台所を支えているわけだからな。うむ、さすがは我が大和じゃな。まさに天下一の品揃え、鼻が高いわ。まさか、もう散々食っただろうに。おお、何やら肉が回りながら焼かれておる。そうだな。いい匂いだ。くそ、腹が減ってきた。さっきのとは違う香りなのじゃな。そうだな。心もというのとは違うのじゃな。そいつは焼けたところを削り取り、他の具材と一緒にアマムに巻いて食べるやつだ。別に珍しいもんじゃないだろ。何を言うか、あんなものは見たことがないのじゃ。しかもあんな手づかみでなど。あれ、珍しいのか。もしかして宮廷料理ってのは庶民のとは全然違うのか。あれは、あの隣のは何じゃ。焼きからガザって海の生き物の丸焼きだ。まあ高貴なもんの口に合わない汁物だ。気にするな。なあ、何度も言うが金はないからな。すっからかんだからな。だからそれは出すな。もうこんな時間か。あちこち回っているうちにすっかり遅く。ああそうだ、買い出しの帰りだったのをすっかり忘れてた。帰ったらクオンに何を言われるやら。考えるだけで頭が痛い。それ以前にこの王女さんをどうするかっていう問題もあるがな。今でも十分にまずいが、さすがにこれ以上連れ回すわけにはいかんだろう。まあ連れ回されてるのはこっちだが、そんなことは関係ないだろうしな。面倒なことにならんうちに送り届けんとな。ノー。ん？この門の向こうには何があるのじゃ。何って、そりゃいろいろだろう。山や川や平原や他の国があって、海がある。海か。果てしなく広がる水というのは知っておるが、どれだけ広いのかの。見たことないのか。要はここから出たことがないのじゃ。じゃから他の国がどうなっておるのか、ましてや海がどのようなものかも知らぬ。そうか、箱入り娘だとは思っていたが、そこまでか。そりゃ箱庭から抜け出したくもなるか。となると自分の目で民の生活を見たいっていうのもあながち嘘じゃないのかもしれんな。それに巻き込まれる方はたまったもんじゃないが。世の知っていることは知識として教えられたこと、そしてオシトルが語ってくれる外の話だけじゃ。オシトルは。うむ、オシトルは
世にいろいろなことを話してくれるのじゃ。外の景色がいかに美しかったか、民の暮らしがどうであったか、辺境のさまざまな生き物のことなども。いっぱい話してくれたのじゃ。ちょ、おしとる、王女さん落ち込んじまったぞ。何放置してんの。もしかして今の状況そのとばっちりか。おい、そこの若いの、何女の子を泣かしとるんじゃ。いや待て、自分が泣かせてるわけじゃん。あんた、アメ屋の誰かと思えばまたお前か。この間とは別のキャワイイ女の子を連れてるだけでも許せんというのに、その子を泣かすとは。だから自分が泣かせたわけじゃないと言ってるだろう。なことは関係ないわい。一緒にいて悲しませた時点でお前が悪い。理不尽にも程がある。仕方のないやつじゃ。俺これを買って行け。この飴細工でお嬢ちゃんのご機嫌を取ってやるのじゃ。いや今財布の中身がすっからかんで。女子を泣かすばかりか、解消なしか、なんて情けない男よ。なんでそんなことを言われんや。しかし悔しいが言い返せん。俺お嬢ちゃん、何があったか知らんが、この飴でも食べて元気を出すのじゃ。飴？見事な細工はめったに見ないぞ。それほどでもあるがの。なんかムカつくぞ。なんじゃ、お前も欲しいのか。仕方ないやつじゃ。俺くれてやるわい。お、またこのギギリか。なあ、さっきの話だが。さっきとな？オシトルのことだ。お、まあ今忙しいのは本当なんだろう。自分のような身元不明なものを雇うくらいだからな。と言ってもいつまでもこのままとは思えんし、またそのうちいろいろと話を聞かせてくれるようになるだろう。そう思うか。まあな、だからそう気にするな。あいつがわけもなくそんな態度を取るとは思えんしな。何かしらあるんだろう。そうか、うむ、そうじゃな。その時にオシトルに外へ連れてってくれと頼んだらどうだ。気を揉ませた罰だとか言えば嫌とは言わんだろう。おー、なるほど、その手があったか。やれやれ、なんでこんなこと。ところでそなた、それは食わぬのか。ん？あ、ああ、飴はちょっと苦手でな。よかったら食うか。良いのか。おー、これもまた見事な細工よな。うわぁ、なんか背筋が。うむ、これもなかなかな美味。そっか。小気味よいな。ん？そなた、世に仕える気はないか？はぁ？そなたの世を王女としても全く臆することのないその肝の座りっぷりが気に入った。世の周りにおる管理どもはみんな頭の固いやつばかりじゃ、息苦しゅうてかなわぬ。あ、そういや王女だってのすっかり忘れてた。何より小気味よいからな。そなたのような男がおれば毎日が楽しそうじゃ。どうじゃ、世に仕えぬか。いや
急にそんなことを言われてもな。まあよい、返事を急ぐつもりはないからの。よく考えておくがよい。ではな、今日はいろいろと世話になった。ま、たまには息抜きも必要ってことだな。是非もない。この一点だけは意見が一致したな。楽しかったぞ、また今度じゃ。ああ、また来るのか。ただいま。ハック、こんな遅くになるまでどこまで行ってたのかな。いや待て、決して遊んでたわけじゃないからな。話せば長くなるが、王女さんに付き合わされていろいろと面倒くさいことになってたりしてだな。はあ、またあの王女様なんだ。こっちは巻き込まれただけだからな、文句を言われても困る。そうだね、それは仕方がないからいいとして、お使いの方は。あ、そういや、買い出しした荷物、やばい、どっかに忘れてきたわ。ハック、いや、だからな、これは不可抗力ってやつであってだな。星座。いや待て待て、だからな。そこに星座。はい。
やっぱあの屋台の心も当たりだな。それで何の用だ。お前たちここに着いたらいつの間にかいなくなってたが、どこ行ってたんだ。相変わらずだんまりだ。そんなにくっつかれると歩きづらいって。こちらに悪意を持っていないのは確かなんだが。なんだ。空庫。ほら。布で隠れてよく見えないな。食べてるんだよな。うまいか。そうか、それはよかった。そっちは何か買いに来たのか。ルルヤンがな、ここに可愛い髪飾りが売ってるって連れてきてくれたんよ。はい、アトイ様にお似合いかなって。へー、髪飾りな。ルルティエはわかるが、アトイもこういうものに興味があるのかね。お兄さんは一人け。いや、見ての通り。ん？またか。相変わらずの神出鬼没ぶりだな。また？うん。散歩ついでに小腹が空いたんで買い食いしてたんだ。なんか美味しそうなの持ってる。の一口いただく。最後の一切れを。何も食いかけくなんだ。アトイ様、あ、おいなあなあお兄さん、もう一口ちょうだい。そういえば髪飾りの方はもう買ったのか。それがな、たくさんあってなかなか決められないんよ。さすがはデートやえ。さっきの赤い髪飾りはよくお似合いだったと思います。ルルヤンは褒め上手やな。その赤い髪飾りってどんな感じのやつなんだ。はい、このぐらいの大きさで小さな花模様が一面にあって、あれは本当に良かったけどな。ごめんなさい。うちが解消なしやったんよ。ルルヤンが謝ることやない。それにな、こういうのは好きな人に送ってもらったりしたら素敵やと思うわ。アトイ、君のために探してきたんだ。きっとよく似合うはずだよ。とかなんとか言ってな。うちの髪に触れてそっとつけてくれる。うん、分かったから。桃色の波動を抑えてくれると助かる。値打ち物やなくても別にいいよ。好きな人がうちのためって選んでくれたんなら何でも一番の宝物や。あ、そうや、串焼きのこと忘れてた。急がないと今度もまた売り切れてしまうえ。アトイと一緒だと振り回されて大変だろう。
いえ、とても楽しいです。それにあの串焼きは美味しそうでしたから。まあ味の方は保証できるな。あ、発見。おじちゃん、串焼きちょうだい。お兄さんのおごりでいいんやね。あ、いえ、私は。仕方ないな。しかし汚れ仕事っていうからどんな隠密任務かと思えばドブさらいとは。確かに汚れ仕事だが何か釈然としないな。文句を言うなかれ、働かざる者食うべからずなのです。んじゃ、働いた者の特権として飲み食いを要求したいね。ねえ子ね、喉が渇いたんで茶を入れてくれ。あと小腹が空いたんで軽くつまめるものも頼むな。同じように私たちも働いてたのは無視ですか。そりゃそうだが、猫ねなら可愛い女の子に美味しい茶を入れてもらうのと、むさい男に微妙な茶を入れられるの、どっちがいい？それは猫ねが嫌だって言うなら自分で入れてくるけどな。ついでにみんなのも入れてくるが文句は言わんでくれよ。知っての通り自分の茶の腕は微妙だぞ。別にこっちの分はこっちで入れてくるのです。そっか、じゃついでにこっちのもお願いな。な、どうしてそうなるですか。そっちはそっちでこっちはこっちでに決まってるです。おいおい、別だと時間も炭も茶葉ももったいないだろう。え、まさか学士であるお前がそんな非効率なことを。まさかな。ハク、いくら猫ねが可愛いからってそんな意地悪しちゃダメかな。姉様。ルルティエ、ちょうどよかった。よかったら茶を入れてくれ。どうせならルルティエの茶が飲みたい。はい、すぐに。ハクさん、ルルティエ様は九十里の松姫様なのです。そうかもしれないが、ルルティエはルルティエだしな。あの、私は気にしてませんから。それにその方が。ルルティエ様がそうおっしゃるのなら。それと仕事から戻られた時にと思ってお菓子も買っておきました。その今日は依頼がありましたから手作りではなく買い置きのもので申し訳ないですけど。あれ、これってもしかして今都のご婦人方の間で話題のお菓子なのです。確か卵白と木の実で作ったお菓子でサクサクしてるけど口の中でとろりととろけると評判なのですよ。私も一度食べてみたかったけれど、いつも大行列で売り切れて買えたことがなかったかな。はい、なのです。そんな人気のお菓子をどうやって手に入れたのですか。いえ、大したことは。ただ何度かひいきにしていたらお店のおかみさんと親しくなり取り置きをしていただけることに。え、そうなの。すごいのです。あのお店は常連でも特別扱いしないことで有名なのですよ。うん、すごいと思うな。あの、本当に大したことでは。それよりも皆さんもどうぞ、たくさん買ってありますから。たくさんあるんなら他の連中も呼ぶか。黙ってたりしたら後が怖そうだしな。はい、そうだ。それならせっかくだしこの間もらったお菓子も出しちゃおうか。それでしたらお茶もとっておきの。私もご相伴に預かるのですからお手伝いするのです。アクはアトイとキュールを呼んできて。お願い。
時間やへ。あ、はい。それではぜひ。それにしても誰も特別扱いしない店でよく取り置きしてくれたもんだ。これもルルティエの人望ってやつだな。ルルティエは一緒にいると安心するというか、守ってあげたくなるような子だからな。きっと民にも慕われてるんだろう。そういやあの時一瞬クオンが妙に動揺っていうか羨望の眼差しを送ってたな。そんなにあの菓子が食べたかったのか。まあクオンらしいって言えばらしいが。おお、帰ってきたか。邪魔をしてあるぞ。は？これまた色気も何もあったもんじゃないな。神が見たら確実に泣くぞ。兄上、不甲斐ない私をお許しくだ。すでにキュールが力尽きたように床に膝をついて声を押し殺して泣いているしな。お待たせしました。あれ、みんなそんなところでどうかしたのかな。中に入らないの？どうかしたっていうか、どうかしているっていうのか。何を言ってるのです。いつまでもそんなところに突っ立っていたらせっかくのお茶がぬるくなってしまうのです。姫殿下。またなんだ。一応聞くが、何しに来たんだ？なんじゃ、見てわからぬか？いや、十分にわかってるんだけどな。ツッコミを入れてやらんと気が済まんというか。もちろん遊びに来たに決まっておろう。なーに気にすることはない。余計な気遣いは無用じゃぞ。どうやら世は他のものを萎縮させてしまうらしいが、世は寛大じゃからな。多少のブレ、笑って許すというものじゃ。あ、うん、そうか。それでわざわざここに遊びに来たってのは。うむ、退屈だったのじゃ。それだけで勝手に抜け出してくるなよ。大騒ぎになるだろうに。なに、心配いらぬ。影武者を置いてきたから抜け出してもバレることはないしの。むふふ、あやつらには感謝じゃな。みんなの迷惑を顧みず勝手に出ていくなんてよくないのです。姉様もアトイさんもそう思うですよね。え、ああ、うん、そうだね。姉様も、もちろん嫌い。あの、アトイさん？危機意識ってもんがまるでないな。どうするよこれ。まさかほっぽり出すわけにもいかんし。影武者を置いてきたからいいってもんじゃないだろう。みんなを心配させるから帰った方がいいんじゃないか。嫌じゃ。嫌って、あのな、嫌だと言ったら嫌なのじゃ。あそこは窮屈じゃし退屈じゃし、その上勉強ばかりで地獄なのじゃ。それに比べてここは桃源郷なのじゃ。勉強しろだのはしたないだの小うるさいものはおらんし、菓子は食べ放題、面白くて昼寝し放題じゃしな。いっそここで暮らすことにするかの。食べ放題読み放題って、そのお菓子みんなの取り置きなんだけどな。は、白さん、どうしましょう。こんなことが公になっては内首獄門の上、お家も取り潰されてしまいます。
どうしましょうって言われてもな、放置したくても、もし何かあったら危険を感化したとかなんとかで責任を追及されるだろうしな。キウルの言う通り、打ち首獄門ってのもありえすぎる。お前どうするよ。よう、あんちゃんたちいるか。ウコン、いいところに来た。ん？なんで、やけに熱烈歓迎じゃねえか。なんか、めでたいことでもあったのか？いつの間に。いい酒と魚が手に入ったから、来るつもりではいたんだが。ゲッ！なんじゃ想像しの。ふむ、いつの間にか客人が来ておったか。その方何者じゃ。安住王女殿下とお見受けいたす。俺の名はウコン、見ての通りの渡世人でございます。おお、ウコンか。苦しゅうないぞ、楽にいたせ。このような場じゃそのようにかしこまる必要はない。初見のやつに自分の素性を見破られてることは気にした方がいいと思うがね。っていうか、憧れの君であるオシトルを前にして全く気づいた様子がないんだが。あー、猫ね。何かと思えばそういう。姫殿下。待つがよ、今いいところなのじゃ。あ、ついでに菓子のおかわりを所望するぞ。しかし菓子ばかり食べては栄養が偏り、御身に悪いとまた叱られますが。うーん、こんな時にそのような。今いいところなのじゃ、もう少し気を利かせればよい。会に上がります。おしとる。いかがなされた、姫殿下。なぜおしとるがここにおるのじゃ。申し上げた通り、姫殿下のお迎えに上がった次第、今ならまだごまかしようもあります。そうそう、帰り自宅。あ、おっほっ。いかがなされた。いや、なんでもない、なんでもないのじゃ。さようでありまするか。しかし、オシトルがわざわざ迎えに来るとはな。じゃ、なんだ、どうしてそなたが迎えに来たのじゃ。そなたもいろいろ忙しかろう。なのに来たということは、もしかして。この得たるもの、姫殿下をお守りするのは当然の責務。それがしのことなどお気に召さるな。そうか。では姫殿下、裏に腰を用意させております。参りましょう。皆の者、世話になったな。やれやれ、ようやくお帰りか。では息災でな。次に会える日を首を長くして待ってあるのじゃ。また来るのかよ。